横澤さんです。イノワシアの店で活動のイノワシアの店、これいらないかもしれない、いらないかもしれない、FM ニノワンより健康情報番組ギーキライフをお届けしております。さあ続いてはゲストのコーナーです。毎週健康に関わる素敵なゲストをお招きしております。本日のゲストはこの方々です。ではマイクに向かってよろしくお願いします。はい、こんにちは。ギノワン市食生活改善推進員の岸本と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。同じく石田美恵子です。はい、よろしくお願いします。こんにちは、猪苗代市健康増進課健康推進係の荒垣です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はこの3名の方にお越しいただきまして、詳しくお話を伺っていきたいと思います。それではですね、岸本さん、伊佐さん、猪苗代市食生活推進員ということなんですけれども、この猪苗代市食生活推進員のお仕事教えていただけますか？私たちは、通称ヘルスメイトと言いまして、はい、萌木の会と言ってます。はい、で私たちの健康は私たちの手でを合言葉に、栄養のバランスの良い食生活が全ての人々に実践されるよう自主的に地域活動を行うことを目的にボランティア活動をしています。で実際に宜野湾市の活動目標としては、はい、一つ食卓は薄味手作りバランスよく、一つ仲良く生き生き仲間作りで、一つ、運動習慣を身につけましょうということを合言葉に活動しております。なるほど、素晴らしいですね。こちらの、食生活推進員さんの主な活動内容を教えていただけますか？はい、ですね、毎月第3月曜日の定例会があります。はい、あと総会、野菜作り、食育に関する講演会、他市町村との交流会、料理講習会、研修会などです。はい。主体授業として、はい、ママの料理教室、男性料理教室、食育キャンペーン、畑を活用した子ども食育などです。県の受託事業として、はい、生き生き健康ヘルスアップ事業、親子の食育、男性のための料理教室、生活習慣病予防のための減塩推進スキルアップ事業、食育活動プロモーション事業などです。協力事業として健康づくり市民大会、保育サポート養成講座、介護予防教室、集団健診、婦人会、学級、アラブスク児童館の畑を活用した食育などです。なるほど、ありがとうございます。本当にたくさんの活動をされていらっしゃるんですね。本当に宜野湾市民の食生活を見守ってくださっている方々ということですね。で、今回ですね、9月がですね、食生活改善月間ということでお伺いしたんですけれども、22日に行われる食育キャンペーンについて詳しくお伺いできますでしょうか？毎年9月は食生活改善普及月間運動ということで、はい、19日は食育の日にちなんで、食事を美味しくバランスよくを基本テーマとし、毎日プラス1皿野菜、美味しく減塩、1日毎日 2g、 毎日の暮らしにミルクをと焦点を当てて、宜野湾市コンベンションシティ2階羽衣コートにおいて、9月22日金曜日10時から3時まで食育キャンペーンを行います。ありがとうございます。
今お伺いした中で、テーマの食事を美味しくバランスよく毎日プラス一皿野菜、美味しく減塩塩1日マイナス2グラム、そして毎日の暮らしに水ミルクというふうにですね、4つ項目があったんですけれども、こちらも詳しく教えていただけますか。はい、厚生労働省より平成25年度の、開始している健康日本21において栄養食生活に掲げられる項目のうち現状値が悪化傾向にあるものを踏まえまして、今回基本テーマを食事を美味しくバランスよくということで、主食、主菜、副菜を揃えて食べる人の割合は現状 57.7% です。特に若い世代を中心に低い状況にありますので、それを基本テーマにして取り組んでいきたいと思ってます。で、基本テーマに加えて、野菜摂取量が現状 294g で、はい、目標は 350g ですので、はい、あと 60g の増加が必要ということ で、 そうなんですね、毎日一皿プラス一皿野菜運動を展開していきます。それとあと食塩摂取量が現状は 10g で、はい、目標の 8g まであと 2g の減少が必要です、はい、それで平成27年度国民健康栄養調査結果から取り組みの着手が必要な目標として、20歳から30歳における牛乳、乳製品を摂取していない人の割合は現状 34.9% で、3人に1人が摂取をしていない状況です。それで毎日の暮らしにウィズミルクということで、今回展開させていただきます。はい、ありがとうございます。こういうふうに、ね、数字で、説明をしていただくとやっぱり私たちもハッとなりますね。今回こちらの食育キャンペーン22日に行われるということなんですが、当日の内容を教えていただけますでしょうか。ですね、テーマに沿った食育に関するパネルの展示、減塩、牛乳、乳製品、野菜、バランスの取れた食事などをフードモデルを使って1日に必要な野菜の摂取量、野菜料理の展示や県産野菜の紹介、視覚で訴えていけるようにフードモデルを展示して、食品に含まれている塩分、油、エネルギー量を確認していきます。県産野菜を使った料理の試食もあります。健康相談なども行いますので、ご家族、お友達を誘ってぜひお越しください。はい、いいですね。本当にご家族でお越しいただけたら本当に食育のことがね、分かるかと思います。はい、そなた、食育授業の予定はありますでしょうか。はい、ですね、あと男性料理教室が10月にあります、はい、市内在住の男性を対象に、はい、男性料理教室の開催を予定しています。宜野湾市食生活改善推進院による教室で、料理の基本から自分で作ってみたい料理まで、はい、チャレンジしたり献立の組み合わせなどが学べ、仲間と一緒に料理を作る楽しい料理教室となっております。はい、そうですね。で、教室の日程は全4回で、10月7日、10月14日、21日、28日となっております。はい、募集期間は9月11日から9月29日までになってますので、場所は宜野湾市保健所相談センターの2階です。はい、申し込み方法は保健相談センター窓口までお電話で受付してください。はい、お問い合わせ番号もお願いします。はい、番号はですね、 898-5583 へご連絡ください。はい、ありがとうございます。ちょっとお伺いしてもいいですかね。この男性料理教室って去年も開催されてませんでしたっけ。去年の様子はいかがでしたか。はい、年2回行ってますが、はい、前期と後期やってます。はい、最初の頃は本当に
人を集めるのが大変でしたけど、この2、3年は逆に、はい、あの集まりまして、はい、逆にあのお断りしているような状況 で、本当ですか。去年は、30代から80代までの方が申し込みしまして、15名ぐらいでした、はい、それで本当にあの孫と親とおじいちゃんと祖母とって感じで楽しく、はい、仲良く、ですね、はい、あの開催させてもらいました。やっぱり最近あの男性の料理に対する興味も、ね、増えてきていますしね、はい、こういった料理教室があれば行ってみたいなと思ってらっしゃる男性の方々いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、さて、他にもですね、活動の予定ありますでしょうか。はい、湯野湾市の食会では、はい、平成19年度から、無認可保育園の子どもたちを募集して、はい、あの保健センターの小さな畑ですが、自分たちの手作りの畑でジャガイモを植えてやってます。で、10月下旬からあの今年は平成30年2月末にかけて萌木菜園、自分たちで名前つけたんですけど萌木菜園でっていうことで、ジャガイモの植え付けから収穫、そして収穫して調理実習、はい、カレーパーティーをあの食生活のメンバーと子どもたちと、はい、であの親御さんと一緒に開催させてもらってます。であの今度の、9月の司法に今度は募集を載せたんですけども、はい、萌木菜園までの送迎が可能で、はい、市内の無認可保育園の参加を募集してます。はい、それとこれ募集期間が、ごめんなさい、日時が、今年の10月下旬から来年の2月末日まで、全5回から6回あの子どもさんたち来ていただいて一緒に育てます。はい、はい、で萌木菜園は保健センター加賀小学校の隣にありますので、ぜひあの募集に皆さん声を上げていただいて一緒にあの手作りの野菜を作って食べていきたいと思いますので、申し込みよろしくお願いします。楽しそうですね。はい、内容はどんな内容になっているんですか。はい、あのじゃがいもをですね、植える前に、はい、土作りから始めまして、子どもたちにあのいろんな虫とかそういったのを触って、手で触っていただいて、でそこから土をあの全部耕しまして、で種まきして、はい、で1、2回水やりをあの一緒に子どもたちもやります。でそこにまた肥料をやって、はい、あのこのじゃがいもも生きているんだよって、うんうんうん、であの自分たちと同じように栄養も太陽も水も全部与えないと大きくならないんだよってことを教えながら、で収穫するときはいただきますということで、あの、はい、食欲ももう土作りから種まきからね、はい、学ぶことで本当に興味が出てくるかと思います。こちらも保健相談センターさんの方にお問い合わせすればいいですかね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、琉球料理協、講演会も予定されていらっしゃるということですね。はい、そうですね。内容を教えていただけますか。はい、あの初めての試みなんですけれども、井出町健康増進課では食育推進計画にのっとって、はい、料理教室を開催することになりました。はい、で沖縄の伝統的な食生活や食文化について広く市民へ普及啓発を図り、地域の食文化への親しみや理解を深め、はい、食育の充実を図ることを目的に、松本佳代子先生による琉球料理講習会の開催、はい、講演会の開催を予定しています。で日程の方が10月21日、はい、土曜日で、受付の方が1時30分で、開演の方が14時開始となっております。はい、で場所の方が宜野湾市民会館大ホールとなっております。入場料の方は無料ですので、皆さん多くの方の皆さんの参加をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。この琉球料理講演会ということで、あの沖縄の伝統的な食生活食文化を教えてくださるんですね。先生の講演会があるということで、私も行ってみたいです。ぜひ、ぜひ。あの宜野湾市って結構あの移住されてくる方って多いですよね、人口的に。そうですね、ね、はい、そういった方々はもう私も含めなんですけども、はい、とっても興味があると思いますので、この機会に無料なのでね、ぜひ、10月21日講演会があるということなので参加されてみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。
て、お話を伺ってまいりましたが、そろそろですねお時間が迫ってきておりますが、皆さん修羅眼獣体操の準備はよろしいでしょうか、はい、ではですねこちらの、トロピカルビーチの方で一緒に、体操をしてみたいと思います。なんか前に人がいる。はい、皆さん一緒にやってみましょう。この修羅眼獣体操ですが、宜野湾市の健康体操となっております。こちらは宜野湾市のホームページからでも確認ができますし、 FM 宜野湾にお越しいただきますと DVD を無料で配布しておりますので、ぜひ皆さんこちら試されてください。それではあっという間にエンディングの時間となってまいりました。本日はありがとうございました。今日いかがでしたか？マイクに向かってよかったら一言お願いします。はい、とても時がムネムネで全部詰まりまして大変失礼いたしました。楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったです。本当にですね、食生活についてやっぱり9月が月間ということなのにね、この機会に考えなければいけないなというふうに私も思いました。皆さんもぜひ食生活についてですね。はい、じゃあそれでは、エンディングの時間になりました。この番組は心も体も健康で元気な生活が送れるよう、健康や福祉に関する情報を発信していく番組です。本日のお相手は FM 宜野湾今西めぐみでした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。なんかすごい綺麗な声、スラスラスラ体操までありがとうございます、すいません。コメントもたくさんいただいてました。パチパチパチって、はい、すごい、それも踊ろうかなって。ハリマルさん、ありがとうございました。そこなんで入るんですね。はい、コメントいただいて